この動画シリーズでは、子どもの成長の土台となるような大切な遊び、いろいろな感覚を育てる遊び、体の動きを育てる遊び、手先の使い方を育てる遊びなどを紹介していきます。これから親子遊びを紹介します。一緒に遊んでくださいね。まずはガタガタバスだよ。ガタガタバス、ガタガタバス、走ります、走ります。どこまで行くの、どこまで行くの、ブーブーブー、ブーブーブー。今度は少し速くなるからね。いくよ。ガタガタバス、ガタガタバス、走ります、走ります。どこまで行くの、どこまで行くの、ブーブーブー、ブーブーブー。今度はね、お膝が高くなったり低くなったりするからね。まずは高い山、低い山、もう一回高い山、上で揺れるよ、ゆら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 、止まれ、もう一回いくよ、ゆら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 、止まれ。今度は3、2、1で下にドシンって落ちるからね。3、2、1、ドシーン。もう一回、高い山、3、2、1、ドシーン。一本橋こちょこちょをするよ。お子さんの手を取って、一本橋こちょこちょ、叩いてつねって、階段登っていろんなところ、こちょ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 。次は足をこちょこちょってするよ。一本橋こちょこちょ、叩いてつねって階段登って、体のいろんなところをぎゅーぎゅーぎゅー、足もぎゅーぎゅーぎゅー。気持ちよかったかな。次はお船はぎっちらこだよ。お子さんと向かい合わせになります。お子さんの手を取ります。前後に揺れたり横に揺れるからね。お船はぎっちらこ、ぎっちらこ、ぎっちらこ、波に揺られて、これで今日の遊びはおしまいです。最後にさよならアンコロ持ちをするよ。お子さんの手を取って、せーの、さよならアンコロ持ち、またきなこ、握手、さようなら、またね、バイバイ。